浅井さん、女子野球のオール広島ガールズの監督をされているということで、オール広島ガールズっていうのは、今、どういった目的を持って活動されているんですか？女子野球が今、全国的にもね、こう盛り上がりを見せてて、まあ、広島県自体がですね、女子野球の方にこう、目線を向けてて、その時に、まあ、各球団としても一緒に何かこう、盛り上げていくことができないかっていうことで、そら球団の方が、じゃあ、一緒にやりましょうっていうので、まあ、お前がやれっていうことで僕が やることになりましたけどね。各県を見てくださってる皆様に女子野球の魅力教えていただいてもいいですか？広島県代表の我々のチームは、初戦は19日になるんですけど、とにかくね、一番は、こう、やってる選手たちが、こう、野球を楽しんでもらいたい。で、その中で、勝つことって、やっぱり、嬉しいなとか、勝ったらもっと楽しいなっていうことを、まあ、なんとか、監督っていう立場でね、そういう思いをさせてあげたいなと思いますんで、まあ、選手はね、勝ったら自分たちの手柄、負けたら浅井のせいにしとけばいいっていうぐらいのね、そのぐらいの、気持ちで、挑んでほしいなと思います。お時間がある人は本当、ご覧になっていただいて、こういう女子野球っていうのがあるんだっていうことを、知っていただいて、まあ、興味があれば、どん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 応援していただければなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。まずは19日に放送がありますので、皆さんよろしくお願いします。というわけで、今日はオール広島ガールズ監督の浅井監督に来ていただきました。本当にありがとうございました。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 しょうもまた、どっかで会えば。また広島行きますんで。オッケー、よろしおく。願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。わー、いや、浅井浅井さん、めちゃくちさん。ゃ優しい。な、言ったやろ？はい。もうすごい素敵な方ですね。そうなんや。もっあのと褒風め貌でてあれほやしかいらな。ずるいやろ。マジ。